どこだるく？今回訪れたのは佐賀県佐賀市富士町にある春菜社里山。早速行ってきます。ここ里山さんは自然の恵みを大切にされているということで、レストランでは地元三瀬産のコシヒカリを使用しているそうです。三瀬産のコシヒカリは取れる量が少ないから、なかなか食べれるところが少ないとお聞きしました。美味しいお米には美味しいお水が大事ということで、地下から汲み上げたお水でお米を炊くそうなんです。お水ってすっごく柔らかくて優しいお水でした。そんな美味しいお料理が食べられる里山さん、私が気になったのはこれ、ミッチェルンアイス。佐賀産のミルクと三瀬産のブルーベリーを使った無添加無着色のアイスクリーム。ミルクはすっごく濃厚なのにしつこくなくて美味しい。凍らせたブルーベリーは甘くてほのかに酸味があって、シャリシャリした食感がたまりません。ぜひこの美味しさを知ってほしいな。そしてなんと取材に向かった時に素敵な情報が、なんと7種類の味の違うワッフルが入った詰め合わせ、こちらを近日販売予定ということで、またこれを食べに行きたいと思います。ということで今回は春菜社里山さんのミッチェルンアイスでした。また来週も見てね。